はい、それでは実況プレイ再開したいと思います。現在の状況でございますが、まだ G1 はもちろん取れてないです。23年目ですね。 G2 が3勝、 G3 が2勝ですね。重賞この前オールカマーを勝ちまして、次がローズステークス、ほとんどこれ全部同じ馬、こんな感じですね。 G1 はまだね、掲示板も載ってないですね。でラインナップなんですが、こちらキングスベスト3区なんですけど、なぜか短距離ということで、藤沢勝雄厩舎です。オープン馬、こちら1600万ですね。明け4歳、3歳馬か。このままだとあれかな、秋華賞出れそうですね。ディープインパクトさん、こちら、未勝利勝ち上がるの苦労した、1000万クラスですね。キングスベスト8時ステイゴールドってちょっと変わってますね。でこちらがエースでして、これ繁殖品馬としてもすごい期待できますね。血統あんまり良くないのにね、なんでこんな走ってんだろうとか。ハーチ自社、富士奇跡、お父さん絞りクリステですね。ホールカマーと新潟記念、それからエリザベス女王は4着があるね、掲示板あったね。でローズステークス1着と、ユニコーンステークスも買って、あ、桜花賞も5着ですね。すいません、掲示板すぐありました。はい、でこちらはですね、期待してたんですけど、繁殖としても期待しまして、重賞クラスかなと思ったんですが、クッケーになっちゃってまして、今1600まで足踏みしてます。一回クラス落ちしましたね。でこちらは、オールカンマー2着ですね。これもオープンです。こちらもオープンですね。これはもうそろそろ引退かなと思ってます。はい、ということで1600万クラスが3と1000万クラスが1と、オープン馬が4とです。じゃあ行きましょうか。まあ1歳馬こんな感じです。ちょっとコメント聞きましょうか。この子がね、途中でバネがすごいあるって出たんですけど、一方で体がちっちゃいコメント出ちゃったんで、ちょっと調教ができないかもしれないです。出てんのか。これちょっと転球させて、週刊賞出れないじゃんこれじゃ。ちょっとこれでバテてるな。バテてるならこれでなんとか復活させる。よし、一回ですね、このメニューから体重をガツッと減らせば OK、 調子戻った。オールカマーか。さすがにいきなりまた使うのまずいよな。10月第1週だっけ。クラスで1000人がいいんですよね。いいレースがないな。この子は何使う目標がないな。調子戻った。よし、あれそもそも秋華賞じゃなかったっけ。出れないか、1600万クラスじゃ。番組確認して、ああもう秋華賞来てしまった。間に合わないね、しょうがない。普通にやって調教していこう。遅かった。
ああ、退職でした。エリザベス女王陛下、この子はエリザベス女王に使いたいんだな。今で予後不良とかほとんどないですね。この馬はね、前走セプテンバーステークス、もうダントツのグリグリだったんですけど、20馬すごいついてたんですけど、まあ、例のことがインコースで詰まって何もできずという状態でしたね。これ使ってみようかな、一回。どうだろう。16。この子は長い距離を使わせたいんですよね。お、白桜1600m でも印つくね。でもね、距離は長いと思うんだよね、多分。最高峰まで下がるのはちょっと厳しいかな。強い馬チェックしましょうか。いないですね、そんなにね、頼むから外回してほしいな、外。インコースつかないで大外回せ、大外、大外。あー、壁になっちゃったな、オレンジの。あー、俺インコース入っちゃった、ダメだ、終了。そこから差し切ったら化け物だ。お、外出せ出せ。あー、でも出してももう無理か。お、来た、こじ開けろ。お、来た、すごい、マイルで勝てるようになったらすごいな。マイル走るのか、この馬。やっとオープンに戻った。まあ、両欠なんでね。さあ、コメント変わるかな。スピードがあって出てほしい。来た来た、このコメント初めて。来た、連発、素晴らしい。初めてですね、このコメント出たの。さあ、この馬はね、あのキングスベストなんですけど、まあ、ハーシステイゴールで長めの距離で使いたいんですよ。1000万でしょ。いいです、ないですね。じゃあここ2400遠征しますか。お、岩田が乗りに来てくれた。この馬はちょっとなんとかエリザベス女王に行きたい。いや、体重崩したか。この馬どこ使ったらいいか、ちょっと目標が分かんないな。あれか、アルゼンチン共和国杯とかの方がいいのかな。このレース出たいな、3000だけど。関西戦だけどね。天皇賞は多分賞金で出れないでしょ。アルティミスステークスは3歳だもんね。これ出るか、ハキスタ、これが2歳か。あ、出たいレースがないです。出れるレースがない。
ファンで50キロ、素晴らしい。よし、これはもう最高峰。頭数も少ないんでね。モトスコ特別。やっぱりね、一口話もやってますけど、府中の2400のこう1000万クラスとかで順調に走ってくれる馬とかいいですよね。1000万クラスって芝だと中こういう長距離中長距離って結構頭数が本当にリアルも少なくなるんですよね。リアルの方もだからそれ賞金が稼ぎやすいですよね。まあ、コバになって重賞戦線はねやっぱり素質がないと3歳2歳の頃にもう重賞で絡んで掲示板とか勝ち負けしているような馬じゃないとコバになっても戦えないと思うんですけど、まあ、コバになって1000万クラス1600万クラスで掲示板に乗ってくれるような馬に出資したいですね。一口失敗主の方は特にボバがいいですね。これ何も気にせず勝負服をグレーにしたんですけど足毛のグレーとこう同一化していいですね。さあいい位置だ。勝ったんじゃないか。勝てるよこれ。外出せばそのまま外出せ岩田外出せ外あブロックされた7番にちょっとマイネルの邪魔じゃあそこ間付け来た来たいいね勝ったんじゃない。こっから切れる足がないか切れる足がないちょっとずぶいすごい1600万いったキングスベストって脂肪はいいですね。結構いいね。上がり33秒9レース上がりということはこの馬はだいたい33秒5ぐらいですかね。んこの馬はあれかそっか勝手に出してるのか。あこの馬もなんか同じようなレースこの馬は確かお父さんエンパイアメーカーだったのかな。やっぱこれ頭数多いとか外枠入ると本当絶望的ですね。枠のねすごい有利不利が如実に結構出ますねこのゲームを。リアルと同じようにこういう風にですねいいポジションで抑えてもほら内側に4頭ぐらい馬がいるので経済コース走れないんですよね。そうすると外回っちゃうんでまあ、リアルの競馬の方もね、ああいう感じで外回っちゃうと、まあ、前に壁はできないと折り合いはつくの難しいわ。スタミナ消費して最後直線足残ってないってのが多いんですけど、これ厳しいよね、この展開は。やっぱこの1番、このインコースにつけて1番とか、その後ろ2番ぐらいのポジションが絶好ですよね。この1、2番の場所がね、いい位置ですね。この6番の位置もね悪くないかな。これちょっとね流して2番おちょっと前に入ったね。ただここも壁ができて絶対なんか抜けていけないでしょ。こんなのすごいこれ集団で壁が出た。早くも動けないパターン。あ立った2回3回立ってる。これはもう何も本当に何もできない。ただ足も残ってないね。消化不良にしちゃいましたね。試合じゃないです。スタミナって出てくんねえかな。もう次入球させたら白シャルルはね早期デビューってコメントも出たので。来た番組チェック出れるのかなこのまま。このままエリザベス情報に出れるんですかね。かなりの疲労が
問題はこの馬、ちょっとエリザベス情報で使いたいから強引にウッドで頼む、調子が戻ってくれ、切り替われ、来た、来ないか、これだいぶ疲れ持って出てほしいんだよね。ダメだ、戻んねえな、ちょっときついか。この馬調子が悪いのか。この馬はね、もうちょっとね、伸びしろがないんで時間の問題かなと思います。あ、これでプールやれば戻るんじゃない。問題はこの子だ、どこ使おう。中途半端な賞金のオープン馬って一番立ち悪いですよ。ダメ、もう次だな、これ。さあ入球させます。このシャルルの方はほら、はい、入球者させます。名前ちょっとかっこよいのに変えようかな。いいえ、白はつけて、白かっこいい名前だよ。いいな、シャルルも結構よかったな。白シャが作るのにしてみますか。白し、試験員、試験員とかも変だしな。白シリウス、あ、シリウスって出たでいいね。あ、でもヒンバか。じゃあ白ブエナビスタだ、白ビスタ、白ビスタ、白っか、白っかにしよう、白っか、かっこ悪いけどウォッカみたいな、ウォッカからあやかって白っか、あ、なんかそれっぽいね。よし、こっちはこの子は問題がね、体重だからね。さあ行くよ、さあ販路中心かな、体重見なきゃ、体重、ああいいね、やっぱ牝馬でデビュー前でこれぐらい体重あるとありがたいですよね。ハープスターもそうですけど、出れんのかな、どうでもいいけど一応次まで引っ張るか。これ1600万クラスでしょ、1600万だからあるね、2004年いいレースが。これは疲れてるからダメ。問題はこいつ、体調が戻んない、これもう出れねえな。これあれも機能使うか。体調が全然戻んねえ。体調が戻んなくて体重だけ減るって最悪のパターンだね。あのレッドデビレッドデビスレッドデデビスじゃねえ、レッドリベールってあの出資はいるんですけど、本当体重管理がねダメなんですよね。レッドバールレッドオーバルっていうのはね出資してたんですけど。出資してるんですけど、まあ、この子はあの小判になってね、あの海馬食うようになって体重減らなくなったんですけど、レッドリベールはね、ちょっとなかなか厳しいんですよね。体重がね、ハープスターぐらい470キロぐらいになればいいんですけど、まだ体つきからもならないでしょうけど。さあ、これはあんま期待できないと思います。ハンデ、
ハンデ56キロってちょっとエッティマイヤーが53キロでなんでこっちの馬が56キロなんですか。ちょっと差しにしてみようかな。どうだろう。あ、でも追い込みが多いな。この重賞の曲とか G1 の曲現地で聴くとね、結構テンション上がるんですよね。出遅れたか。できればインコースにつけてほしい。騎手は誰だっけ。川田が乗ってんだっけ。まあ、ホワイトマズルサンクってお父さんってシルポートもそうでしたっけ。あんまりちょっと特徴ね、僕実は知らないんですよね。まあ、マズルファイヤー、キャロットクラブの出資馬ではないですけど、あんな感じでね、バテないけど気性が激しいみたいなタイプがね、いるんですかね。あの馬でかいですね。560キロぐらいありますからね。ちょっとやっぱ後ろすぎんな。ここから重傷で全部差し切れるほど甘くないですね。すいません。うまく前が開いてほしいけど、まあ、その前に足が残ってないと思うけど、アルゼンチン共和国回はね、結構前々のレースだったり、ババが荒れてる時が多いんで、どこ入って、どん詰まり入っちゃうんでしょう。お、来た、掲示板乗ってくれ、掲示板、うん、あ、ちょっとずるっといった。はい、振ってみる。それ軽いもん、53キロちょっと軽すぎでしょう。ボバード男馬でね、53キロは軽いっすね。あ、5着、素晴らしい、賞金400万。さあ、スタンダが出るって全部出てほしいんだけど、出ないかな。この馬は年明けからかな。1600万で出れるか。出れないよね。1600万で出れないから、試しやった。出れないから、これ牝馬限定戦ユートピアステックス、丸山が乗ってたらそれは厳しい。ろくな騎手がいないから、ここは吉富先生に任せますか。くれるね、この馬は。調子はどうなんだろう、この子は。うん、仕上がっちゃった。マジですか。出したら出れない。2歳、あ、これにすっか。オーロラカップちょうどいいのがありましたね。騎手が全然いないじゃん。和田だな。残念、出れなかった。この馬ちょっと調教変えた方がいいんだな。これ馬なり、馬なりでどうだ。やっと取れたよ。もうこれ有馬記念直行かな。
このも大型馬ですね。550キロ台で走ってるんだ。よし、さあ行くよ。 G1 ではないね。白パクト、白パクト全然ダメだな。強い馬いるね。ミクロコスモス、ダンスファンタジアか。ダンスファンタジア5歳でそんな強くねえだろう。見てみますか。ちょっと気合い乗りすぎか。追い込み、車台、車台の馬すごいですね。 1,2,3,4,5 あとオーナーズもいて、クーデグレイス、ミクロクスコスモス、キュートエンブレも車台でしたっけ。3頭ピアプリーゼ、キャロット、ソーマジックも確かそうかな。デリケットピース、ダンスファンタジアも車台系ですかね。すごいですねこれ、車台の運動会。リアルでもあのユートピアステークスってアクチューのマイルで牝馬限定戦で1戦力含まれて、なかなか貴重な条件戦なんで、条件戦っていうか結構ノーザンの馬とか車台の馬集まるんですよね。一口話のメンバーばっかりです。開かないの結構足良さそうじゃん。わだっちだって騎手、わだっちはダメ、すげえ立ったばっかじゃん。いや全然まともに置いてない、ひどい。立って追ってって繰り返しです。ダンスファンタジアか。もう車台1,2,3とかな、これダメ、さすがにあのこのクラスのときはダメですか。ファンでもないもんね。そう、そこで中断で我慢しろ。あまり下げすぎんな。もうちょっと前。せめてあの2番の前に入ってくれ。2番の前に入れ。誰だっけ？岸、これがワダッチだっけ？岩田か。2番の前に入れ。そこならいいよ。これチャンスですね。これ1枠だし、この展開はすごい期待できますね。頭数が少なく、だいたい分かってきたんですけど、頭数がこれぐらい少なくですね。で、1枠か2枠、内枠入って、で、追い込みって指定したのに、これぐらい中段から前に控えるときは、で、かつ折り合ってれば、結構な確率で、勝ち負けできますね。まあちょっとこれ、1600万台もしかしたら全然ダメかもしれないですけど、まあこのパターンで来ても、オープンとか重賞戦線だと全然足が違うんで外から一気に来られるケースもあるんですけど、500万1000万クラスだったら結構このクラス、このパターンで来たら勝てるチャンスありますね。インコース入れ、インコース、足がもう違う。2番がすごいいいね。来た、2番に食いつけ。よし、これは叩き合い、これ勝負根性があると勝つパターンですね。パターン寄せてないんか、ないんだ、この馬は。あった、すごい、すいません、ありました。そう、すいません。馬主が応援できないっていう。素晴らしい、やっぱ勝った。この展開が、やっぱ。このまま夏まで未勝利戦だったんですけど、勝てない、もう勝てないんじゃねえかと思ったんですけど、まさかオープン馬になるとは。何キロ ?51 キロ、51キロラッキーだな。アーバニティがいる。アーバニティはですね、私の友人の初芝ですね。これ今ですよね。あんなにね、怪我したのに復活してね、稼いでくれて。マンハッタンカフェのね、3区ですけど、マンハッタンカフェって本当面白い子供を産みますよね。短距離馬もいれば、ダート馬もいたりとか。ただ、お父さんみたいな中長距離で活躍する馬は結構少ないですね、芝でね。
今年はね、あのキャロットクラブの2歳のねルージュバックでしたっけ、2002勝でものすごい足32秒台繰り出すちょっと化け物級のあの牝馬いますけどね、うまくこのままクラシックに乗ってくればすごいと思うんですけどね。陸上でね見たんですよね、まだねあの余ってたから。ただ見たら毛むくじゃらでちっちゃくてね、これは無理だなと思って買わなかったんですけど、申し込みしなかったんですけど、惜しい展開でしたね、どん詰まりでした。あー惜しい、2着に入れば、重賞で2着に入れば賞金加算できるんですけどね、今3着だな多分。あーもったいないな、もう繁殖に回してもいいかな。白桜と白クリス2頭繁殖に回そうかな、血統がいいからね、金はたくさんあるんで。すごいなこの馬、何連勝、1、2、3、3連勝したのか。ちょっと白パックとはあんまり期待できないな。来た、この馬すごい時間かかったよな、復活するの。調子が戻らないってことはもう結構限界なのかな。この馬はねもうちょっと無理かなーで、あの繁殖にはあげないかなと思ってます。しまった、さっきコメント聞くの忘れた。なるほど、販路はね2回連続にしないようにしてましたね。僕これ使うかオープンね、次の。なかなか調子戻んないね。さあ行きましょうか。なんかこのまま全然使わないな。次のエンデバーいんのか。まあでも次のエンデバーは外枠とかあの小倉ってイメージが強いですよね。追い込んできて3着みたいな。次のエンベダーエンデバーワンカラットもいるか。あサドンストームも結構強いね。アーバニティ次のエンデバー真ん中、アーバニティはそうか。アーバニティさっき勝ったばっかりじゃないですか。もうまた出てんのか。このレースはねロードカナラが結構強いレース、僕現地で見てましたね。ロードカナラは友人の出資馬だったんで一緒に応援してたんですけど、自分のロードホースクラブに入会するときまだロードカナラは全然余ってるんですね。買おうかどうかすげえ悩んで買わなかったんですよ。金亀でこのなんか馬体じゃダメだろうと思ったら、あの足元硬くて芝じゃ走れないだろうし、ダートのかなと思ったら全然びっくりした。スピード抜群にあるってね、までしたね。はい、一回ここで切りたいと思います。まあ、こうやってあのオープン重賞戦線が多くなってくるとなかなか実況も盛り上がるかなと思います。よろしければ次回もご視聴いただければと思います。